こんにちは、小林隆史です。今日は湖の上からボートを漕ぎながらお伝えしたいと思います。ライフジャケットちゃんと着てますよ。今日はですね、ザ・ブームの3枚目のオリジナルアルバムの中から、空立ちの道という曲を三振で演奏したいと思います。ちょっと変な方向に今来ちゃってます。結構湖の上といってもですね、風があって漕いでないとどんどん流されていっちゃうので、ボートに集中したいと思います。空立ちの道という曲はですね、初めて、まあ本当は三振で撮りたかったんですけど、まだ三振を入手できなくて、山川くんのお父さんの三味線を借りて、弾いたのを覚えてますね。で、三味線を弾いたり和太鼓を叩いたりとかですね、やりました。まだ3枚目だったので、ゲストミュージシャンとか入れずに自分たちの手でやってたことです。あと掛け声ですね。あの噂によるとニコ動とかで2分56秒くらいのところになんかうめき声が聞こえるというのが書いてある。幽霊の声とかなんか一時期噂になってましたけど、実は僕と皆さんが少しマイクから離れてですね、掛け声をしたんですよ。ハッスーラーハッスーラー、その声がみんななんかの声に聞こえるみたいな、そういうのって昔よくありましたよね。レベッカの曲で先輩って聞こえた。まあそんな僕たちのジャパネスカから聞いてください。空立ちの道、ウリア。
昔スイスのですねジャズフェスティバルに出た、で一応なんかこう日本からやってきましたみたいなザップ、じゃあ取材でですね、でマンコ4人で仲良くボートに乗ったのを覚えてます。いい思い出です。前の日がゲイリー・ムーアとかエリック・クラプトンとか、あとはアルプスの麓、あのカメラマンと山川と3人でちょっとドライブアルプスの方に行ったんですよ。あの遠くの方でガランガランガランっていう音が鳴って、その音がですねだんだん近づいてくる。何なのかなと思って、大量の放牧されてる牛がですね対抗しました。そこで体験しました。以上、湖より小林隆がお送りいたしました。ねえ、まだ着かねえ、まだ着かない。チャンネル登録よろしくね。